裏切り者花子、先輩が書いた去年のレポートを丸写したこと、先生にチクっただろう。そうよ。だって事実でしょ。裏切り者、もし単位落としたらどうしてくれるんだよ。自業自得でしょ。最初から真面目にやればいいだけじゃない。